こぞ。いやいや、あの、なゆさん、このオープニングなゆさん一緒にいないと、それ撮れないから。みなさん、こんにちは。趣味で中高生やっております、ぽちゃんです。なゆです。今日はね、はい、あの、なゆさんの家に邪魔しておりまして。はい。あ、もう。邪魔ですね。あ、ごめん、ごめんなさい。え、ぽーちゃんのことですか？もう、邪魔。いや、お邪魔してって言ったんじゃないですか。邪魔ですね。もう恒例の企画です。前回の動画でね、冷蔵庫一回ちょろっと見たやん。うん。多分この子料理うまいって。確かに料理してそうな冷蔵庫でしたね。そう。このルックスで料理まずいわけかな。食べたいものあります？私が作ります。いや、もうあの、なゆさんコースでお願いします。自分で料理作るのはすごいね。うん、めっちゃ入ったもんね。なるほど、こんな豪華。お、お手伝いしてあげる。もちろんですね。手伝えてますか？手伝えてます。投げる投げる。髪の毛は重すぎますか？ おかっこいい。これは見てかっこいいよ。これはね、いつもの内容さんだよ。はい、じゃあ作ります。じゃがいも、今日手伝えるところとかあります？大丈夫です。もう隣で見てるだけでいい。隣で見てるだけで大丈夫。なるほど。めっちゃ手慣れてるな。あ、じゃあ手伝ってもらえますか？じゃあ、あ、じゃあ、じゃあやりますよ。じゃがいも、怖いんですけど大丈夫ですか？ちょっと待って、行かない？大丈夫？指行かない？指行かない？指行っちゃない？逆方、逆ちょっと待って、ここから、こう、こっち。あ、うわー。なるほど。洗いますね。いや、大丈夫、どうせ洗うから。はい。怖えよ、出血やめて、マジで。ちょっと待って、ほんとポーちゃん怖い。ほんとに怖い。ちょっと待って、うわっ、ちょっともう見たくないわ。ねえ、ないよさ、これどうすればいい？はい、これあるんじゃないですか、こうやって。おお、こうやって。すごい。すれば大丈夫。ああ、そういうこと。やっぱり料理しない人だな。いや、いつもさ、これ邪魔だなって。あの、なんでこういう設計。あ、なるほど、こういうことか。そうですよ。考えてるな、ジャパン。ちょっと、もう日本だけじゃないと思う。そうだよ、どんな国でも、ね、そういう使い方だよ、ね。すごいね、なんかね、うん、あの、なよさん、こんな見た目じゃん。こんな見た目あの、ギャルの見た目でこんだけ家事できるのはちょっと、ね、びっくりした。びっくりしたよ。でも お父さんは中華料理の、あの、シェフ。あ、だからちょっとそうですね、習ったとか。習ったっていうのが、あ、見てきたから。そうですね、あの、お父さんは逆に家であんまり料理作らないんで。ああ、まあ確かに。だってでも料理人の人って多いよね、なんかお家で作らない人、うん、そうだって。いや、仕事でさ、あんだけ料理作るのに家帰ったらまた料理って、ね、辛いよ。あ、これやりたい。やりたい。そう力入れて。はい。おお、気持ちいい。これいいよ。このまま置いとけば大丈夫。なんか料理人なってほしいとかお父さんとか言わないの？いや、あの、逆に、うん、もし将来、あの、あ、まあ、旦那さん、うん、旦那さんが料理人だと、うん、あの、ご飯作ってもらう人いるからとかって言われてる。あ、じゃあつまり相手は料理うまい方がいい。うまい方がいい。こうちゃんやります？片手と。お、やります。あ、ちょっと待って。熱くないから大丈夫。いやいや、跳ねるはちょっと怖い。これ何ですか？中国の醤油です。生姜です。味強めな醤油かもしれない。これはイエロースクーラオチョウです。
色つける用の塩油だって。色つける用の塩油、これはね、多分ね、日本にはないよ。何それ。少しだけ入れると色が、あの、何て言うんだろう、黒くなる。そう、黒くなるっていうのが、あの、食欲、あ、そそるの、そう、確認度が結構使うんだよ。おお、大丈夫ですか、モテるんですか。大丈夫です、力持ちだから。おい、ちょっと先輩見て、先輩、何、ちょっと鼻かんでるわ、ちょっと何、あ、レシピ見てるぞ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 、先輩。いや、あの、これはあの、できるんですけど、これが作りたいものが初めてですよ。あ、なるほど。これは東北料理だから、あの、私の地元、あの、そう、地元の有名な料理なんで、うん、あの、作りたいなと思ってみんなに。あ、お酢も入れるね。お酢ではなくて料理酒です。料理酒。片栗粉をまぶす。はい。で、私の混ぜ方が。お。お。あ、これが一品料理ですか、それとも後で混ぜるんですか。これはもう料理です。あ、これ料理なんだ。お。次はどんな料理ですか。次はさっき、あの、決定で調べた。なるほど。野菜系ね。ちなみに、ナイユさんの趣味とか何かありますか。趣味、歌を歌ったりとかも趣味ですよね。おー、いつもカラオケでどんな曲歌ってるんですか。日本語の曲も中国語の。ドラゴンボールのオープニングとか歌う。歌えない、それは歌えない。あ、そっか、僕、なんもないです。できます。いや、できないです。え、あの、歌えるんですか。いや、歌えないです。歌えないです、すいません、歌えないです。見た目とかそういうので、あの、気にしてますか。見た目、将来の夫をね。そう、見た目、顔ですか。そうそう、顔か、まあ、スタイルとか。かっこいい人がいいんでしょ、やっぱり。なるほどね、まあ、この世の中が、皆さん分かったか。あ、でも目が大きくて。お、あ、そういう人がいいんで、あの、遺伝子のために。なるほど、子供の子供考えるね。はい、よくない。そう、もし、あの、一重でもかっこいいと思ってるんですけど、女の子だったらやっぱり二重の方が可愛いんじゃないですか。いや、わざと目を開けるんだよ。低いんで、私は。いやー、どうだったの、もうちょっと鮮やかに出し。初めて作るので。いや、でも、もう、あの、もう匂いは結構いい匂いだよ。熱い。ゆっくり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 ね、ゆっくり。熱いよ。そうそう、うん、今触ってるところが多分。OK。 美味しそう。あ、人が料理作ってる時に何をしてるんですか。ガチャ引いてちょっと一瞬ね、あの、当たりだと思わせ。ダンスの経験とかあるんですか。私はちょっとありますね。あの、小さい頃からバレエダンスやって、おー、で、日本に来たら、あの、ジャズダンスとヒップホップ、あの、2年ぐらいやったことがあります。ふわふわですよ。マユさん、もっと出せとかなるよ。一応、卵を炒めておいとく。やばいよ、やばいよ。トマト卵炒め、うん、おいしい。あ、で、砂糖とかはいらないね。入れます、入れます、もちろん、もちろん。
なんかいらない作り方もあるよね。うん、いらない作り方もあったよ。でも私甘口の方が好きなんで。ああ、僕も甘口の方が好きです。合うね。相性いいですね。そうですね。よし、運ぶのはもう僕に任せてください。はい。あざーす。どういたしまして。私のわかめ。春雨わかめスープ。春雨わかめ。美味しそう。すごい。簡単なスープ、簡単。簡単なスープは、春雨入れる発想はなかったね。おお、こういう使い方、すごい。無駄次第。これよ、これ世の中の女性、これですよ。これです。世の中の女性、これって何？これこれ。言い方変。世の中の女性しか見てないしね、俺らの。鶏ガラス。あ、違うか。これは合わないわ。お父さん好きじゃないですか？俺は旅行苦手なんですよ。すごい。フルコース行っていいですか？はい。いただきます。どうぞ。何からいきますか？うん。なるほど。何の何を食べたんですか？あの、サンシュリアさんの食べ。はいはいはい。ちょっともう一つ。なしいきます。うん、ナスうめえわ。おいしい。おいしい、ナスはうまいよ。味付けは完璧。うんうん。あ、多分ソースとかは全部下に。あ、いやでも結構味付けは強め。これは期待たいですよ。あ、なるほど。卵の方が強調されてる。やっぱね、砂糖多分あんま使ってないから、そこまでなんか頭痛くなる甘さはない。そんな甘さあるのね。それ何の時に来るの、その頭痛くなる甘さは。甘いもの食べるすぎる。ずっと食べてると、ずっと食べると頭痛くなるやん。それポーちゃんの持病なんですね。トマト、まあ、ぶっちゃけあの嫌なんですよ。ね、言ってるよね。うん、美味しい。ご飯と合うかもしれない。うん、あ、トマトうめえわ。トマト嫌いになってポーちゃんでも美味しい。うん。おお。酸っぱくはない。うんうん。そうそうそう。じゃあエビいきます。はい。エビ期待たいや。ポーちゃんエビ好きですからね。皮は食べないで。あ、もう皮もいくらくなんですよ。カリシウムやから。めっちゃうまいぞ。ニンニクとネギの香ばしさに、エビの海鮮のその甘み出てきて、うん、あとは殻のその。食感本来ない本来は本来食べないってことでしょ。いやでもこれは多分ね、殻と一緒に食べた方が美味しいよ。皮は食べないでしょ。ごめん、俺だけでしょ。あんま見ないかもしれない。うん、すごいね。これもね、なんだろう、人によって料理で違うなって初めて思ったの。なんかすごいナユさんの味が出てる料理。そう、何の味？ナユさんの味。ナユさんの味って何の味？ナユさんの味。いや違う、なんだろう、ナユさんスタイルの中華料理だなって。食べればわかるよ。スズさん作る時も全然違う感じやから。うん、そう。うん。濃いんですか？あの牛角のわかめスープとほぼ一緒。うんあ、じゃあ再現してるんですか？再現してる。いや、そこよりはちょっともうちょっとゴージャスだから。うん、春雨一入りしてるから、うん、風味はちょっと違う。はい、料理ほぼ完食で、はい、スイーツタイム。果物のドリアンを紹介します。はい、みんなに。中国人の女性は大体ドリアン好きなの？好きですよ。甘いし、食感はアイスクリームみたいな。あ、手でいった方がいいですか？そう、あ、匂い匂い匂い。匂いどうした匂い？俺まだ。どう？もうすぐ来て。すぐ。来た。うわ、来た。うえ。そんなに臭くないでしょ。甘いよ。
甘い匂い。確かに甘い。どうぞどうぞ1個。甘いけど中にいるね。これはマレーシアのあの一番美味しい品種。品種。へえ、うん。種がある。気をつけてください。そう、甘いでしょ。あ、すごい。あ、なんだこれ。アイスクリームみたいな食感じゃない？うん、アイスクリームで。ごめん、俺スタキエ無理。美味しいけど。行ってみよう。あんま、うん、いや、美味しい美味しいけど、どうやって伝わればいいか分かんない。分からん。美味しいでしょ。美味しい。うん、なんか確かも食べたらなんかそんな臭みも感じない。そう、食べたらもうこの臭みは全然感じない、うん、甘い匂いしかない。果物じゃないみたい。果物じゃない、クリーミー。うん、クリーミーめっちゃ。え、すごっ。今日はまあそろそろだな。はい、ごちそうさまでした、本当に。ありがとうございます、今日。今度は、ナユさんの関東料理の店でと。そうですね、行ってみたい。行きましょう。そうそうそう。ポーちゃんの地元の味ですね。そう、俺のマジでみんなに知っておきたい料理あるんです。多分ね、日本今もうここしかないかもしれない。おー。じゃあ今日皆さんありがとうございました。あの、私たち AM1 を新曲出たので、あの AM1 オレンジ YouTube で調べたら出てくるので、ぜひお聞きしてください。はい、お聞きしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に概要欄にいろいろね URL ありますんで、そちらからはい飛んでみてください。はい、じゃあ次回の広東料理屋さんでまたお会いしましょう。バイバイ。そうですね、バイビー。